交通取締り中の警察官交通整理は道路の交差点やその他の場所において交通の円滑を図るために信号機や手信号、誘導棒などにより歩行者や車両等の交通を整理、誘導する行為。道路交通法で交通整理という文言が使われている。文言自体の明確な定義はない。都道府県公安委員会が設置した信号機は 法的拘束力を持つ。道路工事等の理由により、工事業者により、工事現場に設置されている信号機には、道路交通法上の法的拘束力はない。すなわち、工事現場の信号機を無視したからといって、直ちに道路交通法違反で検挙されることはない。警察官や、交通準支員による手信号も、また、法的拘束力を持つ。道路上で、事故や災害、 停電等の理由により、またでも更新の一個停断を通すため、警察官や交通巡視員により手信号で交通整理を行っていることがある。もし手信号と信号機の表示が異なる場合は、信号機ではなく手信号が優先する。道路工事等の理由により、警備員等による交通誘導が行われていることがあるが、交通整理と異なり、 警備員による手信号や誘導には道路交通法上の法的拘束力は一切ない。区別のために正しくは交通誘導警備と呼ぶ。これらの警備員による手信号や誘導を無視したからと言って直ちに道路交通法違反で検挙されることはない。警備員による手信号や誘導と道路標識や信号機、その他道路交通法の規定とが異なる場合は後者が優先する。 すなわち、警備員による手信号や誘導に従ったことにより、道路交通法の規定に違反した場合は、運転者本人が検挙される可能性がある。その結果、交通の危険や交通事故を起こした場合には、運転者本人が刑事責任を問われる。警備員側の責任も問われる。道路交通法で交通整理の行われている交差点という文言が使われている。これは、 判例上、次の交差点が該当する。点滅信号が表示されている交差点は、交通整理の行われている交差点ではない。また、停電や故障により信号機の表示が消えている交差点も、同様に、交通整理の行われている交差点ではない。ありがとうございます。